女子回転の1本目、硬くハードバックされた鉄面に大きく左右に振られたボールセット。この難しいコースにスイスのフレニー・シュナイダーやアニタ・バハターら本命が次々と失格。そんな中、1本目トップのタイムを出したのがニュージーランドのアンネリーゼ・コバーラが、今シーズンワールドカップの回転ではランキング1位と好調です。続く2本目、トップのコバーガーと 1.09 秒差、オーストリアのカーリン・ブーダーが驚異的な追い上げを見せます。確実なスキーコントロールでタイムを伸ばしたブーダーはトータル1分27秒66でフィニッシュ。2本目、15番スタートのコバーガーを待ちます。1本目を終了した時点でダントツでトップに立ったコバーガー、この2本目を確実にフィニッシュすれば南半球の国ニュージーランドに初の金メダルをもたらすことになります。しかし優勝確実と思われたアンネリーゼ・コバーガー、まさかのラスト4旗門目での片足通過反則。世界アルペン盛岡雫石大会最大の逆転劇は1秒09差を逆転したオーストリアのカーリン・ブーダーの優勝でした。